UDM42 は第二次世界大戦にアメリカ合衆国で開発された短期間銃である。マーリンファイアアームズによって製造されたことから、マーリンという通称でも知られる。アメリカ軍による正式採用は叶なわなかったものの、戦略情報局によって広く使用され、対独、対日抵抗運動への支援としても投下された。M42 は、 トンプソンサブマシンガンの代替を想定した短期間銃である、主に諜報機関である戦略諜報局によって運用された。開発段階では 9X19mm パラベラム弾仕様と 45ACP 弾仕様の2種が作成された。その後の戦後を経てヨーロッパでの弾薬補給が容易な 9mm 仕様が対戦を通して主に生産されることとなり、 45ACP 使用はわずか6兆が試作されるに止まった。発射機幹部はガスオペレーション式を採用し、フルオートセミオート射撃の切り替えが可能。構造も全体的に簡単な作りになっていた反面、加工方法は板金プレスではなく、切削に頼っていた。20発入りの複列式箱型断層を使用していたが、 M42 の最大の特徴として2本の断層を背中合わせに溶接してあり、銃側に予備を含めて、計40発の弾薬を備えておける構造であった。その代わり予備断層は、剥き出しの状態であるため、破損や汚染の影響を受ける恐れがあった。ボルト閉鎖後にボルトハンドルは前後せずに止まり、開口部を塞ぐシャッターとしての役割を果たす仕組みになっていた。また、 作動ロッキング方式を廃した数少ない銃の一つである。ホールドオープン機能を備えている点も当時の短期間銃としては珍しい特徴だった。量産はアメリカの銃器メーカーであるマーリン社によって行われ、最終的には約1万5千丁が製造された。それらは終戦までの3年間にわたって、主に OSS やアメリカ軍に対して供給された。 西部戦線では OSS から空中輸送された M42 が現地パルチザンによって使用されたほか東アジア方面でも国民革命軍に譲渡された M42 が大流が指揮するレジスタンスによって日本軍との交戦に用いられた。設計者はハイスタンダード社の創業者でもあるカールー・スエビリウス義手である M42 は トンプソンサブマシンガンの代替品として設計された。原型となる試作短期間銃の特許申請は1940年10月15日に行われ、スーエビリウスは関連して4つの特許を取得している。この短期間銃はヨーロッパで普及した QX19mm パラベラム弾を採用していたが、アメリカで普及した 45ACP 弾への転換も設計上容易と、 されていた。このハイスタンダード製短期間銃には、オランダ軍が興味を示し、繰り返し売り込みも図られたものの、結局は不調に終わった。同年11月、ハイスタンダード社は、イギリス軍向けに50後継機関銃1万2000兆を10ヶ月以内に出荷するという契約を結び、このプロジェクトに注力するべく、短期間銃開発計画の優先度は引き下げられた。 最終的にこの短期間銃の独占的な製造権は英国購買委員会に所属するポープとジャクソンの二人の手に渡った。契約では彼らがこの短期間銃を一丁製造、販売するごとにハイスタンダード社がライセンス料を受け取る旨が定められていた。ポープとジャクソンはユナイテッドディフェンスサプライ社を設立した。ジャクソンはイギリス軍部との関係も深かったので、 テストを依頼したイギリス陸軍から軍における使用に適するという旨の報告を受け取っていた。オランダではこの報告の後に7500兆を発注した上、その後追加で7500兆、合計して1万5000兆が発注されている。ポープとジャクソンの計画では下請け業者に部品製造を依頼し、それをイングランド・ウォリンフォードの UD 社にて組み立てることとされていた。 技師も工場も持たない UD 社は最終的にマーリンファイアアームズ社と下受け契約を結んだ。一方、アメリカ陸軍省も新たな短期間銃に興味を示し、1940年8月に非公式の試験を行った。さらに1941年11月には修正を加えたモデルで正式なテストが行われ、信頼性や射撃精度、 制御の容易さなどが高く評価された。しかし、契約交渉に際し、複雑に入り組んだ製造権契約とライセンス料の支払いが問題になった。実際の製造を担当していたのがマーリン社だったこともあり、陸軍省はライセンス料の支払いを拒み、ハイスタンダード社及び UD 社との契約を迂回しようと試みた。1942年3月2日の会議にて、 ルネスタ・ドラーリク軍大佐は政府が新型短期間銃の製造系を完全に買い取る形での契約以外を望まない旨をハイスタンダード社に伝えた。政府は UD 社を不必要な仲介者とみなしていた一方 UD 社は新型短期間銃唯一の製造業者を自称した。同時期トンプソンサブマシンガンの省力改良型である トンプソン M1 が設計されていた上、M2 短期間銃の純正式採用が決定し、マーリン社はこちらの生産を担当することとなっていた。こうした中、不評委員会、機兵委員会、非公平委員会のいずれもが M42 について需要なしと判断したことで、正式採用の道は断たれた。45ACP 仕様のモデルはわずか6丁のみが試作された。 オランダ向けに製造された1万5000兆は1942年1月に日本軍のインドネシア侵攻が始まったために輸送が中止されすべてがアメリカ政府へと売却された。こうしてアメリカ政府が入手した M42 の大部分が戦略庁報局へと配備された。1942年以降に追加の発注は行われなかった。 1948年3月18日、マーリン社とハイスタンダード社の間で、マーリン社が M42 の独占的な製造権を有することを認める契約が結ばれた。戦後はアルゼンチンやオランダへの売り込みが図られたものの、やはり不調に終わり、1952年に計画が放棄された。ありがとうございます。